戦アクションゲームジャンプフォースがゲーム本編とキャラクターパスを収録し、ついに任天堂スイッチに登場。ジャンプフォースデラックスエディション。その日、ジャンプとリアルが融合した。多くのジャンプヒーローがこの世界でド派手な激闘を繰り広げる。ジャンプヒーローが3人1組で戦うハイスピードバトル。作品の垣根を越えたドリームチームを編成。キャラクターを巧みに入れ替え、コンボを叩き込め。覚醒ゲージが溜まると超強力な覚醒技が発動。キャラクターの真の力を解放し、とどめの一撃を決めろ。総勢50人以上のプレイアブルキャラクターが参戦。未来は俺に従う。キャラクターパスの追加9キャラクターも使用可能。夢のバトルはさらに加速する。本気出しちゃうぞ。うち浜田らも全力で応えよう。よせ、もうお前に勝ち目はねえ。気を楽にしろ。すぐに終わる。いいぜ、これを待ってたんだ。この町もすっかり廃墟になりましたね。もうこの世界はおしまいですよ。新たな世界のために消えろ。助かる手段は一つしかありません。今からあなたをヒーローとして蘇らせます。君自身が主人公になり、ジャンプヒーローと共に戦うストーリーモード。世界は謎の組織ヴェノムズによって破壊と混乱に飲み込まれていた。君も我々と共に戦ってくれないか。君はジェイ・フォースの一員となり、仲間と力を合わせ脅威に立ち向かう。ヒーローたちの同士打ちはとても愉快だな。君だけのヒーローを育て上げ、世界を滅亡の危機から救え。カスタマイズしたアバターでオンラインロビーに繰り出そう。エモーションでコミュニケーションを取ったり、バトルカウンターから世界中のプレイヤーにバトルを挑める。まだ見ぬ強者が君を待っている。そして Nintendo Switch ならではのローカル通信でいつでもどこでも対戦が楽しめる。またジョイコンが人数分あれば最大6人でのオフライン対戦が可能。味方と息を合わせてプレイアブルキャラクターを交代。待機しているプレイヤーはサポート攻撃でのアシストができるぞ。連携したチームワークで勝利をつかみ取れ。新たな対戦スタイル、デラックスなボリュームでジャンプフォースが戻ってくる。いつでもどこでもジャンプヒーローが君の前に。この世界で戦え。ジャンプフォースデラックスエディション。皆さんこんにちは。ジャンプフォースデラックスエディションのプロデューサーの田中です。よろしくお願いします。今日は皆さんに任天堂スイッチで8月27日に発売されるジャンプフォースデラックスエディションについてご紹介したいと思います。先ほど PV をご覧いただいたかと思うんですけれども、本作はルフィ、悟空、ナルトをはじめとした歴代のジャンプヒーローが一堂に会してバトルをする夢のオールスターゲーム、ジャンプフォースがゲーム本編だけではなくキャラクターパスも収録したデラックスエディションといった形で任天堂スイッチで発売いたします。ジャンプヒーローが3人1組で戦う本作のバトルは、作品の垣根を越えた自分好みのドリームチームが編成でき、夢のバトルが再現できます。またジャンプフォースデラックスエディションはキャラクターパスの追加 DLC9 キャラクターも使用でき、総勢50人以上のキャラクターを操作することができます。なので好きなキャラクター3人にするのもよし、またキャラクターの特徴を生かしたチーム編成にするのもよし、戦略に応じてぜひチーム編成を楽しんでください。
リアルタイムにプレイヤーを切り替えて進行するバトルで、主要キャラクターの通常攻撃、派生攻撃、必殺技をつなぎ合わせたコンボ攻撃で対戦相手を翻弄しましょう。また覚醒ゲージが溜まると超強力な覚醒技を発動することができます。ド派手な演出とともに炸裂する覚醒技でキャラクターの真の力を解放し、バトルを制しましょう。また本作のストーリーモードでは、プレイヤー自身が主人公となり、ジャンプヒーローたちと共闘して世界の危機を救う物語が楽しめます。まずはアバターシステムで性別や見た目、スキルをカスタマイズして自分自身のアバターを育てましょう。そして世界の危機に立ち向かうジャンプヒーローたちの組織 J-FORCE の一員となって、ジャンプヒーローたちと共に強敵のヴェノムズから世界を救ってください。ジャンプ世界とリアル世界の狭間にある拠点アンブラスベースのオンラインロビーには世界中のプレイヤーが集結します。多種多様な動きができるエモーションだったり、チャットを使って他のプレイヤーとコミュニケーションを取ることも可能です。またオンラインロビー内にあるバトルカウンターから世界中のプレイヤーへオンライン対戦を挑むことができます。またコンピューターとの対戦やトレーニングなどのオフラインバトルもできます。さらに任天堂スイッチならではの要素として、ローカル通信対戦や、ジョイコンが人数分あれば最大6人までオフラインバトルを遊ぶことができます。この複数人で遊ぶオフライン対戦なんですけれども、プレイアブルキャラクターを交代しながらバトルするだけではなく、待機しているプレイヤーもサポート攻撃といった形でアシストすることができます。仲間とのチーム連携が非常に大切となって鍵となってきますので、大人数でワイワイしながらぜひチームワークで勝利してください。そして本日はジャンプヒーローたちが白熱バトルを繰り広げるプレイ動画をご用意いたしました。キャラクターを切り替えながら通常攻撃、必殺技、覚醒技が組み合わさった爽快なバトルとなっておりますので、ぜひお楽しみください。そして大規模なステージ移動や覚醒総攻撃といったキャラクター3人が一斉に攻撃する特殊技もございますのでご注目ください。では映像をご覧ください。痛かったぜ麦わら。お前黒ひげ、
一人とて死なせはしない。今なら見逃してやってもいいが、そうもいかねえみてえだな。映像をご覧いただきありがとうございました。皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。対戦はオンラインオフラインでも遊べますし、任天堂スイッチ1台やりジョイコンも人数分あれば最大6人までオフラインバトルを遊ぶことができます。なので皆さんぜひぜひご家族やお友達と一緒に戦略を立てて、3vs3 の対戦をワイワイ楽しんでください。改めてちょっとお伝えさせていただくんですけれども、任天堂スイッチで発売されるジャンプフォースデラックスエディションは2020年8月27日に発売されます。では最後までご視聴いただきありがとうございました。引き続きジャンプフォースデラックスエディションをよろしくお願いいたします。ファンライブをご覧の皆様、はじめまして。私はキャプテン翼、ライズオブニューチャンピオンズのプロデューサーを担当しています、都築です。今日はこのタイトルを皆様にご紹介できればと思います。よろしくお願いします。
それでは早速本作の説明をさせていただきます。今回皆様にご紹介するキャプテン翼ライズオブニューチャンピオンズは家庭用ゲームとしては10年ぶり PS4 とスイッチでは初となるキャプテン翼のゲームとなります。このタイトルの特徴の一つはキャプテン翼に登場するキャラクターたちをアニメ調のグラフィックで実現していることです。キャプテン翼は漫画はもちろん有名なんですけれども、世界ではやっぱりアニメの方がより多くの方に親しまれていることから、今回は皆さんに馴染みのある表現でキャプテン翼ならではのスーパープレイの数々をゲームで楽しんでいただくことを目指して、アニメテイストのグラフィックを突き詰める形のゲームにしています。そしてもう一つの特徴がこのゲームのジャンルになっています。これまでキャプテン翼といえばシミュレーションジャンルで、それ以外ではあまりあの超人的な動きっていうのを実現できないと言われてたんですけれども、今回キャプテン翼のゲームを好きな方はもちろん、より広く世界中のサッカーを好きなファンの方にも楽しんでいただくことを目指してサッカーアクションを採用しています。キャプテン翼アクションゲーム化するハードルはすごい高かったんですけれども、その分開発チームとクラッシュ&ビルドを繰り返して外部のチェックとかを何度も行うことによって、誰でも簡単に憧れのあのキャプテン翼のスーパープレイをアクションで楽しめるゲームになっていると思います。それでは簡単に本作のシステムを紹介できればと思います。シンプルな操作でサッカーのスーパープレイによる攻防を楽しめるアクションシステムを今回のゲームでは採用しています。キャラクターごとに設定されたスピリットゲージとスキル、そして必殺ムーブというような、これまでのゲームにあまりなかったようなシステムを使って、それぞれのキャラクターの個性的なアクションを楽しむことが今回のゲームではできるようになっています。はい、といってもやっぱりあの実際のゲーム映像を見ながらではないとなかなかイメージしにくいかなと思いますので、今回はファンライブ用に特別に今回のゲームの試合シーンを用意しましたので、こちらご覧いただければと思います。はい、それでは今回皆さんにご覧いただくのは本作の対戦モード、バーサスモードと言われる対戦モードの様子を1試合分ですね、ご覧いただければなと思います。今回ご用意したのがフラノ中対東方学園で、スタジアムの方が東方学園の夜のグラウンドになっています。今回の対戦、本作の対戦モードではスタジアムを結構選択することができますので、皆さんにあまりお見せしていなかった東方学園の夜のグラウンドからお届けできればなと思います。で、今回のゲームの試合の前にですね、大体スターティングラインナップを紹介するようなシーンがあるんですけど、まあ、フラノ中で言うと松山がやっぱりキープレイヤーになりますので、うまく松山でボールを貯めて周りに振っていったりとか、チャンスでロングシュートを狙っていくのがこのフラノ中の基本戦略になってくるかなと思います。逆に東方学園、こちらはあの縦のラインが非常に強いので、若島津もゴールキーパーとしてボールをシュートを打たれてもなかなかゴールは奪われませんし、澤田がうまくボールを貯めて日向につないで、日向できっちりタイガーショットに決めに行くっていう、まあ、非常に強力なチームになっています。はい、それでは今回のゲームのアクション部分を簡単にご説明できればなと思います。今回のゲームはやはり皆さんに触っていただきやすいように、パスだったりとかシュートだったりの基本のボタン配置っていうのは通常のいわゆる一般のサッカーゲームと同じような形を取らせてもらっています。ただポイントとしてやっぱりキャプテン翼のらしいアクションを実現するためにいくつか本作特有の仕様を入れています。まあ、この例えばこれスライディングだったりとかですね、これに関しても普通のサッカーアクションとはちょっと違った挙動になっています。例えば今これでボールを奪って、そしてドリブルで持ち込むんですけれども、他のサッカーゲームだと結構パスでうまく崩していくって形なんですが、今回はドリブルをメインにしています。こんな形でダッシュドリブルとそれからドリブルムーブ、この2種類を使い分けることで敵のディフェンスをかいくぐっていくのが基本的な戦い方になっています。逆にディフェンスの方はこの2種類のドリブルを見極めて相手からボールを奪うというような形になって、今このヒューガがボールを取られたんですけども、これは読み負けてディフェンスの方がうまくはまったってところですね。逆に松山、例えば今ドリブルでかわしたんですけども、こちらに関してもダッシュドリブル、ドリブルムーブをうまく使い分けることで敵を裏をかいてかわしていくような形になってます。はい、でディフェンスの方は相手の読み切ってうまくディフェンスをジャストタイミングで出すと今のような演出が入ってバフが成功したプレイヤーにバフがかかったりします。例えば今松山がボールを持ってここから持ち込むんですけど、例えば今1回かわして2回か、この2回かわす動作っていうのが両方ドリブルムーブとダッシュドリブルをうまく組み分けてディフェンスの裏をかいていく操作になります。で、2回連続でドリブルを成功させると演出が入って
その成功したプレイヤーにバフがかかるようになっています。なので、うまく相手をドリブルでかわしてバフをかけてシュートを打ちやすいような状況を作っていくっていうのが一つこのゲームのポイントになってきます。でドリブルでムーブをうまくこうやって成功させるとシュートゲージが溜まりやすくなってくるのでシュートがすごく打ちやすくなります。はい、でシュートを打つ際には単純なボタンのターン押しだと普通のシュートになってしまうんですけれども、シュートボタンを長押しすることによってこのイーグルショットのような強力な技を出せるキャラクターが設定されています。はい、でこのシュートを打った際に若島津の頭の部分にゲージがあると思うんですけれども、このゲージが今回のゲームのキーパーゲージというものになっていまして、このゲージがマックスの状態だとなかなかシュートが決まりにくいというか止められてしまうんですけれども、強力なシュートを打てば打つほどこのゲージが消費されていきますので、うまくキーパーのゲージを削りながらゴールを奪っていくっていうのが今回のゲームになっています。なので手触りとしてはかなりアクションゲームに近いものになっているかなと思います。はい、そして次にご紹介するのが本作のストーリーモード2つあるんですけれども、そのうちエピソード翼をまずご紹介できればと思います。今ご覧になっていただいているのがエピソードオブ翼を最初にプレイすると始まるアドベンチャーシーンになっています。こんな形で今回のエピソードオブ翼では中学生編の冒頭部分からゲームを始めることができます。グラフィックに関してもやっぱりアニメを見ているような形でストーリーを体験していただきたかったので、かなりアニメテイストで、かつアニメで展開された話と同じような形でストーリーが進行していきます。はい、そして今回のエピソードオブ翼が中学生編からということで、じゃあそれまでの小学生編の話とかが分からない人はどうするのっていうような ご質問もあると思うんですけれども、今回のゲームに関してはそこの小学生編を紹介するようなスペシャルムービーを20本以上用意していまして、今回のエピソードオブ翼で中学生編のストーリーを進めながら解放されていくそのスペシャルムービーを見ていただいて、小学生編、あ、こんな話があったんだなっていうのを理解しながらこの中学生編のストーリーを楽しんでいただけるような形になっています。はい、このエピソードオブ翼では今ご覧になっていただいているようにおなじみの南下中学のキャラクターたちの掛け合いから始まって、この後ですね、皆さんご存知のライバルチームがどんどん登場して試合に臨んでいくというような形になっています。でこのモードに関しては皆さんが操作していただくのはこの王者南下中ですね。で翼たちを操作しながら全国制覇、全国 V3 を狙っていくようなエピソードを体験することができます。はい、そしてもう一つのストーリーモードであるエピソードオブニューヒーローをご紹介できればなと思います。こちらのモードに関しては今皆さんにご覧いただいているように、所属する中学を選択して自分自身の分身となるエリートキャラクターを制作してストーリーの中に入っていけるようなモードになっています。ご覧の通りに自分自身のエリートキャラクターの名前だったりとか姿形を設定して、かなり今回のゲームと細かく設定できるようになっているので、皆さんの似たキャラクターを作っていただいてキャプテン翼のストーリーの中に入っていただければなと思います。はい、髪の色なんかもかなり豊富に用意していますので、皆さんが自分自身に似せていただくか、またはなりたい自分を作っていただくかっていうのは結構自由に設定していただけるかなって思います。でユニフォームの着方に関しても通常の半袖長袖だけではなくて、キューガスタイルだったりとか地頭スタイルのような形も選択できるようになっています。はい、そしてこのエディットキャラクターを作っても、例えばこの見た目だったりとか、他にもスパイクだったりとか、あとはアクセサリーですねだったり、自分自身のボイスだったりも設定することができるようになっています。そしてこのエディットキャラクターを作成したら、早速キャプテン翼の世界の中に入っていくんですけれども、そして今回見ていただくのがエピソードオブニューヒーローの中の3ルートですね。富良野中学校、そして武蔵中学校と東邦学園、3ルートある中の東邦学園の冒頭の部分をちょっと見ていただければなと思っています。今回のエピソードオブニューヒーローのストーリーの時系列としては、エピソード翼の全国大会が終わった後ですね、代表全日本ジュニアユースの選手の選定を兼ねた新しいニューヒーローリーグという戦いが開かれることになり、そこにヒューガたちですね、東邦学園も参加することになると。その中で新しい戦力として自分自身の分身のエリートキャラクターが入っていって、彼らと友情を深めながら打倒南葛を目指していくようなストーリーラインになっています。はい、で各校にはですね、それぞれ全国大会終わった後、いろんな
キャプテンだったりとか周囲のキャラクターたちの思いがあって、今回の大会臨むにあたりそれぞれ課題があったりします。でその課題を乗り越えるためのきっかけというか起爆剤として自分がどう周りの選手たちとコミュニケーションを取って問題に挑んでいけるかっていうようなストーリーを楽しんでいただくことができます。もうその先にはこのチーム名ですね、頼もしいキャプテンだったりとかに引っ張ってもらいながら自分自身の成長させていってライバルたちに打ち勝っていくっていうような体験ができるようになってます。後で監督代行に聞いてくるよ。ヒューガさん、タケシ、部員を全員集めてこい、すぐにだ。はい、はい、というような形で今回のキャプテン翼ライズオブニューチャンピオンズの内容を映像とともにご紹介していったんですけれども、最後にですね、皆さんに、新しい情報としてお届けできればなと思っているのが本作のオンラインに関してです。今回の、ゲームではオンラインにも対応していまして、自分自身で、先ほど見ていただいたようなエリートキャラクターを作った後にこのエリートキャラクターを含めてキャプテン翼のキャラクターたちを集めてドリームチームを制作できるようなドリームチームエリートというモードが入っています。このドリームチームを自分自身の好きなですね、名前をつけてエンブレムを作って、そしてユニフォームをカスタマイズして、さらに自分自身のお気に入りのキャラクターたちですね、そして自分自身の分身をチームの中に入れて、まあオフラインでもオンラインでも自由に自分自身のチームで戦うことができます。さらにこのドリームチームを作成した後にそのチームを使った専用のモードっていうのも実はご用意していますので、こちらに関しては速報をも出していければなと思いますので楽しみにしていてください。はい、というわけでここまでですね、ゲームの内容そして新しい情報とお届けしていったんですけれども、皆様いかがだったでしょうか。キャプテン翼ライズオブニューチャンピオンズは8月に皆様のところにお届けできるように今精一杯ですねクオリティアップを図っていますので楽しみにしていただければなと思います。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。